Welcome to my class! 今回はまず Not と No の決定的なニュアンスの違いを理解しましょう。そしてそれを使って Not more than, No more than, Not less than, No less than これら4つの比較表現を駆逐していきます。いきますよ。 He's not a fool, He's no fool。 この2文で伝わり方がどう違うか分かりますか？え、一緒じゃね？No, 全然違いますよ。 Not は、あ、それはないっすって単に事実を否定するだけ。彼はバカではない。まあ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 。一方で No, こいつはただもんじゃないぜ。 No は感情的に強く否定する。彼はバカなんかじゃない。で、先生、テンションが違うだけで草って思ったでしょ。 No, 大事なこと言うよ。画面見て。 No は感情的に強く否定するだけじゃなくて、その逆の意味を強調して伝えるんですね。どういうこと？こういうこと。彼はバカなんかじゃない。むしろ利口な方だよ。ほら、バカとは反対の意味を強調して伝えてるよね。Not は、それはないっす。単に事実を否定するだけ。No は、そんなわけない。強く否定した上で、むしろその逆だよ。ひっくり返した逆の意味を強調して伝える。このニュアンスの違い、わかりました？じゃあ、その知識を使って、比較表現を倒していきましょう。He saved not more than 1 million yen. He saved no more than 1 million yen. さあ、どちらも100万円より多いを否定しているので、貯めたお金が100万円以上ではないという事実は同じです。が、not は100万円よりも多い、200万円、300万円に対して、あ、それはないっすって普通に否定してるから、多くても100万円、せいぜい100万円っていう風に数量の上限を表すような意味になります。一方で、no は100万円よりも多いに対して、そんなわけない、感情的に強く否定した上で、多さの反対、少なさを強調してるわけだね。100万円よりも多いなんかとんでもない、少ないっていう気持ちでいっぱいです。数量の少なさに対する気持ちが強調されて、たったの100万円少なっていう意味になるわけだね。じゃあ次行きましょう。 She has not less than 10 cats. She has no less than 10 cats. Not は10匹よりも少ないに対してどんな感じ？そうだよね。ってことは10匹よりも少なくなることはない、少なくとも10匹っていう風に数量の加減を表す意味になります。一方で No は10匹よりも少ないに対してどんな感じ？そうだよね。からの少なさの反対、多さを強調してるんですよね。10匹よりも少ないなんかとんでもない、多いなっていう気持ちでいっぱいです。数量の多さに対する気持ちが強調されて、なんと10匹もおっていう意味になるんですね。はい、ここまでありがとうございました。最後に僕から皆さんにお願いがあります。I have no more than 360 subscribers, so please subscribe to my channel. Thank you for watching my video. Have a nice day.